今パチンコ屋でフィーバーしてんだよ。あと3時間したらもう一度来い。はい。俺は今とんでもなく焦っていた。というのも10億の契約成立期限があと2時間後に迫っているにもかかわらず、約束していた着手金が振り込まれていなかった。先方に連絡するとパチンコをしているから待ってろというのだ。お前、誰のおかげで飯食えてると思ってるんだよ。ああ、下請けは黙って俺の言うこと聞いとけ、このクズが。大声で罵声を浴びせ、部長は電話を切る。あくまでも俺を見下し、あざける部長。いつも横暴な取引先の言うことを聞いてきたが、もう限界だ。俺はある決意を胸に取引先に向かった。うちの会社をコケにした罪、思い知るがいい。俺の名前は国見悟。大手食品製造会社に勤める営業職だ。今日はうちと取引の多い大手スーパーチェーンへの訪問日だ。先方の営業担当者は西山さんといい、海外でマーケティングを学んできたという凄腕の美人だ。巧みな話術と人受けの良さで、どんどん営業成績を上げているという。そして、俺にとっては西山さんの笑顔が何よりの癒しとなっている。西山さん、お久しぶりです。今日はたまたま西山さんの好きなフルーツが手に入ったので、お土産に持参しました。うわ、ありがとう。それってもしかして、この間話してた例の？そうです。わざわざ東北まで行った甲斐がありましたよ。それ、食べたかったんですよ。嬉しい。うちの会社には、日本各地に契約農家さんがいて、新しい品種が出ると、すぐに連絡をくれる。その商品がいいものであれば、具体的な作付け面積や収穫量の目安を聞いて、収穫前に契約をするのだ。大学で農業を専攻していたのもあって、俺は現場で作物が育っているのを見るのが好きだった。学生時代は農業実習を兼ねて様々な農家に泊まり込みで手伝いをさせてもらったものだ。最近は農業体験と称して小学生から高校生まで幅広い世代の子供たちも農家を訪れる。その子供たちの面倒を見るのもいい経験になった。特にどう見ても農業になんて興味なさそうなギャルたちがキャーキャー言いながらも土に触れ、帰る頃には化粧が剥げていても気にしなくなる光景が面白かった。あの子たちも今はどこかで立派な社会人になっているのだろう。お世話になった農家の人たちとは当時の縁が功を奏して、今では我が社の契約農家さんとして活躍してもらっている。相変わらず家族のように優しく接してくれるのが俺にとってはとても嬉しい。俺はそんな農業体験を経て、フードロス削減の目標を掲げて今の会社に就職した。つい昨日まで世話になった農家さんの元を訪れていた俺は、新しく品種改良した果物の試食品と手土産をいただいた。その手土産が希少なフルーツだったので、今日はわざわざ西山さんに持参したというわけだ。ああ、こうやって国見さんからいろんな珍しいものをもらうの結構楽しみだったんですけどね。え？これからも何か珍しいものをいただいたらちゃんと持参しますよ。そうじゃないんです。実はここ最近うちの社長の体調が思わしくなくて。え？社長さんが？そうなんです。それで今後の経営スタイルが大幅に変わるらしいんです。それで私も営業部を離れて商品開発部に移動するんです。え？それって前からやりたいって言ってた仕事じゃないですか。よかったですね。俺が内心残念に思いながらも伝えると、西山さんは申し訳なさそうに続ける。でも、私の後任はうちの部長がするらしくて。え？もしかして島の部長さんですか？そうなんです。国見さんもよく知ってますよね。ええ。
西山さんの上司である島野部長といえば、とにかくワンマンで有名な人だ。ここの社長の義兄にあたるらしいが、下請け会社に無理難題を押し付ける人物だという。幸い俺の担当だった西山さんは常識的でいい人だったが、これからはそうはいかないらしい。でも部長さんはお忙しい方だって聞いてます。そんな方が直接取引会社とのやり取りをなさるんですか？それがですね、国見さんのところとはもう付き合いも長いでしょう。だから自分で構わないって言うんです。私は個人的に反対したんですが。そうだったんですね。急に担当が変わってしまって申し訳ないんですが、これからも頑張ってくださいね。はい。そう元気よく答えたものの、俺のやる気はすぐにゴリゴリとそがれることになる。西山さんが移動して間もなく、島の部長から俺への呼び出しがかかった。俺は挨拶も兼ねて菓子折り持参で先方へと向かう。すると開口一番、俺への侮蔑が始まった。ああ、あんたが下請けの国見とかいう貧乏人か？地方の農家回りばかりしてるボンクラだろ。手土産はいつも農家のくず野菜や果物だってな。高級フルーツだなんてデタラメ言いやがって。西山は騙せても俺は騙せんぞ。西山さんへの手土産は都心の高級フルーツ店でもまだ手に入らない貴重な果物だったが、どうせこの人には果物の良し悪しなどわかるはずもない。花から手土産にするつもりなど毛頭なかった俺は、愛想笑いしながら手に持っていた菓子箱を手渡した。島の部長様の好みがわからず、ありきたりな手土産になってしまいましたが、どうぞ召し上がってください。あー、なんだこりゃ、スーパーで買える粗悪品じゃないか。いらんいらん。そう言って菓子箱を乱暴にテーブルの上へと投げ出す。今度は酒を手土産に持ってこい。日本酒なら大吟醸、ブランデーなら熟成15年以上のものしか受け付けんぞ。出だしから手土産を指定する始末だ。まあお前のような野菜くずを漁るしか能のない貧乏人には持ってこれないだろうがな。そう言って俺を下に見る島の部長の横暴はそれだけにはとどまらなかった。そもそもお前の会社はかなり融通してやってんだ。なのに納期は遅いし単価も高い。俺が担当になったからには単価は半分だな。納期も一週間は前倒しする。もちろんできるだろう。そんな、今だってかなり原価を抑えながら質を保つのに必死でやってもらってるんです。これ以上現場に負担はかけられません。おいおい、それはお前ら下請けの事情だろ。こっちには関係ないね。元請けがやれと言ったらやるんだよ。できないならお前んとこに発注するのをやめるだけだしな。会社を潰したくなければ貧乏人らしく寝る間を惜しんで働け。もともと食材の野菜は季節や天候によってその生産量や品質が微妙に違う。だが仕入れ先にお願いをしてできるだけ商品のクオリティを落とさないように頑張ってもらっている。なのにこの島の部長は単価を下げろ、納期を早めろ、内容量を増やせと次から次へと無理難題をふっかけてきた。会社に迷惑をかけられないと俺は日々現場スタッフや農家の皆さんに頭を下げながら頑張っていた。だがそれもそろそろ限界だ。俺がこの会社との付き合いを考え出した頃、島の部長から突然大口の取引が持ちかけられた。おい下請け、喜べ。お前らには一生お目にかかれない大きな仕事を発注してやるぞ。それはどういったお話でしょうか？聞くと、それは大規模商業施設で長期開催されるイベントへの協賛だった。イベントスタッフの食事やテナントでの弁当販売、イベント参加者へのケータリングなど全部含めると、その取引額は初の
10億超えとなる。内心喜んだ俺だったが、その後の島野部長からの要求は相変わらずひどいものだった。正直こちらは労力だけ莫大で利益がほとんどない。俺の一存で断ってしまいたい内容ではあったが、取引額も大きいため、こればかりは一回会社へ持ち帰らなければならない案件だった。島野部長からの理不尽な要求にうんざりしながら廊下を歩いていると、前から歩いてくる西山さんに偶然出会った。国見さん、お久しぶりです。ああ、西山さん、お久しぶりです。お元気でしたか？変わらない人懐っこい笑顔で挨拶をしてくる彼女に、さっきまでのざわついた気持ちが徐々に落ち着き出す。なんか島野部長がかなり無理な要求をしているみたいですけど、大丈夫ですか？いやー、なんか心配していた以上にひどい状況で、正直もう限界ですよ。そうですよね。国見さん、立ち話もなんですから、もしよければ少し応接室でお茶しませんか？はい、ぜひ。応接室で西山さん自らが入れてくれたコーヒーを飲みながら、俺は西山さんに聞かれるがまま、ここ最近された島野部長からの無理難題について話す。西山さんが担当だった時から島野部長に代わってからの単価や納期の変化を具体的にデータとして示してみせた。国外でマーケティングを学んできたというだけあって、彼女は俺のデータを見るなりおもむろに顔をしかめた。これはひどいですね。部長があなたにこんな無理を押し付けていたなんて。西山さんにこんなことを言うのはなんですが、さすがにもう限界です。こちらとは長い付き合いですから、西山さんが担当をしていた頃からかなり単価は下げてたんです。それをさらに半分まで下げられたら、正直に言ってうちは赤字です。納期に関しても無理ばかり言われるから、本来稼働させていないラインを動かしてスタッフに残業をお願いして納期を短縮してます。当然その分費用もかさみますし。国見さんの言う通りです。さすがにこれはないですよ。今回部長から10億近い大きな仕事を発注されたんですけど、正直言うとうちにはあまりうまみがありません。私も農家さんを直接回って不足している野菜を買い付けたり値下げ交渉をしたり、このままでは長い時間をかけて培ってきた農家さんとの信頼も失いかねないです。あくまでも上の判断にはなりますが、おそらくこちらとのお付き合いはこれが最後になるかと。確かにここの会社との取引をやめるとうちにとってかなりの痛手だ。でもずっとこの会社に甘んじているとうちの大事な社員を守れなくなる。営業は社員を守ることが第一だ。俺の話を聞いて西山さんの表情がどんどん暗くなる。今さらだけど、島野部長から担当を他のものに変えてもダメですか？ええ、今までの状況を見る限りこちらの営業部の中で島野部長に逆らえる人はいないでしょう。担当が変わっても部長からダメ出しをされてしまえば今までと同じです。私も営業としてできる限りのことはしてきましたが、自分の会社を守るためにもこれ以上は難しいかと。確かにそう言われてしまうとこれ以上のご無理は言えないですね。その後彼女は悲しそうな表情をして謝罪をしてきた。正直彼女は何も悪くはない。本来謝罪すべきは島野部長だ。実を言うと島野部長は私のことを毛嫌いしているんですよ。女のくせにバリバリ働いている私が疎ましいんでしょうね。だから社内で自分の派閥を作って私に嫌がらせをしてくるんです。今回のジーフーズさんの件もそう。私が担当してた時より自分が担当した方が利益率が高いって自慢してるらしいです。要は私への当てつけですね。国見さんは完全にとばっちりを受けた形です。
そうだったのか。島野は女性なのに実力のある彼女を毛嫌いし、様々な嫌がらせをしていたようだ。周囲の人間を味方につけ、彼女を孤立させて社内での立場をなくそうとしていた。本当にひどいやつだ。私もまさかここまでやられるとは思っていなかったです。でも、ジーフーズさんにはこれ以上迷惑はかけられないですよね。もしまた一緒に働ける機会があったら、その時はよろしくお願いしますね。ええ、西山さんとなら喜んで。俺はそう言って挨拶をし、応接室を後にした。ドアが閉まる際の彼女の寂しそうな笑顔だけがやけに印象に残った。それから会社に戻った俺は、社長にこれまでの嫌がらせや今回の10億の取引について隠さずに報告をした。確かに額の大きい取引ではあるが、その分現場にかかる負担はとても大きい。しばらく考え込んでいた社長ではあったが、社長は英断を下してくれた。社長にねぎらいの言葉をかけられ、俺は今までの苦労が報われた気がした。が、俺の気持ちが晴れたと思った矢先、10億の取引で俺はピンチを迎えていた。契約締結の最終日、事前に約束していた着手金が振り込まれていないと経理から連絡が入る。食品業界では高額な取引が行われる場合、食材の確保のための着手金が発生することがある。今回開催されるイベントはかなり大規模なものであるため、開催期間中は食材が高騰し、確保がかなり難しい。最低限の食材を確保するための着手金がまだ先方から振り込まれていないというのだ。俺は焦って島の部長へ連絡を入れるが、部長は不在だと言われるばかりで連絡がつかない。困った俺は西山さんに電話をつないでもらった。彼女は驚いて社内を探してくれるという。とりあえず会社まで来てほしいと言われたため、俺は急いで会社へと向かう。だが案の定、島の部長は見つからなかった。ごめんなさい。本当にどこに行ったのかしら。まだ勤務時間中なのに、行き先も告げずにいなくなるなんて。本当はいけないんだけど、彼の使用の携帯番号を教えますね。緊急事態だもの。と、島の部長の携帯電話の番号を教えてくれた。俺がその番号に電話をすると、何らかの爆音が流れる中で、島の部長が不機嫌そうな返事をする。ああ、着手金だ？んなもん、今言われてもな。俺は忙しいんだよ。そうは言っても、契約終了時間まであと2時間です。それまでに着手金が支払われない場合は、契約不履行になってしまいますが、構いませんか？うるさい。それぐらいそっちで何とかしろ。今休憩時間に入ったパチンコ屋で大フィーバーしてんだよ。あと3時間後にもう一度来い。本当に3時間後でよろしいんですね。何度も同じことを言わせるな。お前、耳がついてないのか？それとも頭が悪くて人の言葉を理解できないのか？とにかく俺は今忙しいんだ。相場性を浴びて電話を切った。時間は過ぎ、着手金の入金期限を過ぎても島の部長は姿を現さなかった。電話にて事の成り行きを社長にもすでに報告済みだ。俺は西山さんに許可を得て応接室で島の部長の帰りを待った。電話で彼が言っていた3時間を過ぎた頃、機嫌よさげに鼻歌を歌いながら島の部長は会社へと戻ってきた。俺の姿を見て悪びれもせず、どかりとソファーに腰掛ける。今まで待ってたのか？暇だな、お前。で、金だっけ？明日手続きしてやるから、さっさと帰れ。いえ、もう結構です。着手金の振り込み期限はすでに過ぎておりますので、今回の取引はなかったことになります。は？何言ってる？契約がなくなったら困るのはお前らだろ？自分の会社を倒産させるつもりか？
いいえ、こちらは全く困りません。もともとあなたのいい加減さはよくわかっていましたので、着手金が支払われない場合は仕入れも発生しないことになっていましたので、まあ多少の損害は出るかもしれませんが、そこはカバーできるよう前もって対策済みですし、社長にも許可を取っています。それよりも困るのはそちらの方では？入札で契約を勝ち取ったんですよね。うちがダメなら他にこんな無茶な提案を引き受けてくれるところが今から見つかりますかね。もし見つからなければその損害の方が大きいのではないですか。な、お前ごときが俺に意見する気か。虚勢を張るのもいい加減にしたらどうだ。今なら土下座でもすれば許してやらんでもない。いつも通りの態度に見えるが、島野もさすがに焦りを隠せないようだ。10億もの損失を会社に与えたとなったら、それこそただでは済まない。いいえ、あなたが馬鹿にした農家の方たちが私を救ってくれました。うちの契約農家に興味を示したこちらのライバル会社が新たにうちに契約を依頼してくれたんですよ。しかも単価はこちらから提示された額の倍以上です。うちとしてはお断りする理由がありませんのでお受けしました。そもそもうちの会社はこちらの下請けではなく協力会社ですので立場は対等です。なのにいつも馬鹿にされていたので、社長からは今後のお付き合いを遠慮するように言われています。それこそあなたが土下座でもすれば考えてやらないわけでもないですが。な、何を生意気なことを。今までうちの会社に世話になっておきながら恩をあだで返すつもりか。ふざけるなよ。島野が俺につかみかからん勢いで罵声を浴びせる中、応接室に颯爽と現れたのは西山さんだった。いい加減にしてください。見苦しい。お前、今回ジーフーズさんにご迷惑をおかけして契約ができなくなったのは、島野部長、すべてあなたの責任です。当社としても今から次の取引先を探すのが難しいことぐらい分かっていますよね。この損害は計り知れない。10億の損失に加えてうちの信用の失墜につながります。よってあなたにはこの会社を辞めていただきます。はあ？お前に何の権限があって俺をクビにできるんだ。たった今社長、父から当社の社長代行を委任されました。加えて理事会で採決次第この会社の社長に就任します。なんだって？次期社長はこの俺のはずだ。その言葉を聞いて彼女はやれやれと首を振る。おじさん、あなたは西山家の親戚には該当しますが、相続権は何一つありませんよ。当社の株は西山家が 90% 以上保有していますから、次期社長は間違いなく私になります。今までは私がまだ会社に慣れていないという理由で父があなたに一部権限を委譲していただけです。勘違いしないでください。なんだと？実は島野部長は西山グループの社長の兄にあたる。だが5歳の連れ子であったため西山家の席には入っていなかったようだ。彼の義弟である社長が黙認していたのをいいことに今まで好き勝手していたらしい。本当に今まで好き放題やってくれましたよね。取引先への横暴な態度と暴言、加えて理不尽な要求、おまけに就業時間中にパチンコだなんて、仕事をバカにするにも程があります。はあ？俺みたいに有能な人間は要領よくできてるんだ。仕事さえ済んでれば余った時間で何をやろうと俺の勝手だろうが。おじさんは当社の就業規則をご存じないんですか？規則に著しく反するもの、当社に著しい損害を与えた者には厳しい罰則を与えるとなっています。そうですね、この場合は懲戒解雇がふさわしいですかね。何言ってるんだ。パチンコしてた証拠なんてないだろ。いいえ、証拠ならほら
ここに。そう言って彼女は自分の携帯に映した島野の姿を見せる。国見さんがおじさんを待っている間、いつも通っている馴染みのパチンコ屋に探しに行ったの。そしたらフィーバー中だったみたいですね。ほら、ビール片手に楽しそうですものね。勤務時間中の飲酒も禁止されているって知りませんでした？くそ。あと、おじさんが経理に提出した交際費と交通費、および必要経費ですが、詳細を調べました。私的な旅行で使った交通費にホテル代、愛人との食事代にプレゼント代、どれも必要経費には認められません。ちなみにこちらは、おばさまにご報告させていただきます。やめろ。以前の会社でも使い込みがバレていられなくなったと聞いています。まさか父が恩情をかけて拾った我が社でも同じことをするとは思いませんでした。ほんの出来心だったんだ。妻にバラされたら今度こそ家から追い出されちまう。頼むから妻にだけは言わないでくれ。島野は西山家と懇意にしている島野家へ婿入りしていた。妻の経営する会社で以前はそれなりのポストについていたらしいが、そちらでも会社の経費を使い込んでいられなくなったようだ。もともと奥さんには頭が上がらなかったみたいだが、今回の愛人騒動で下手をすれば家を追い出されかねない。愛人の話をした途端、その慌てようは見事だった。いえ、今までおじさんに甘い顔をしていたのがいけなかったんです。今回は厳格に対処させていただきます。それから自分が次期社長だと嘘を吹聴し、会社内に派閥を形成したことも当社の規約に反します。派閥に加担した者も同様に何らかの処分を受けますので、覚悟していてください。くそ。自分が集めた派閥のメンバーを集め、何かしらのアクションを起こそうとしていた島野は、それすら叶わないと知り、悔しそうに顔を歪める。結果的に、島野は会社を懲戒解雇され、会社の交際費で飲み食いをしていた派閥のメンバーも、降格、減俸処分となった。社長代理となった西山さんは、今回の件を俺に謝罪した。国見さん、本当にご迷惑をおかけしました。契約不履行時に発生した損害に関しては、当社が責任を持って対処いたします。わざわざ申し訳ありません。ですが、今回の件は西山さんの責任というよりも、島の個人の責任ではないでしょうか。ある意味、西山さんも被害者なわけですし、当社としては損害賠償請求をするまでには至らないと思います。そう言っていただけるとありがたいです。実は私、留学して経営学まで学んできたのに、まだ心の準備ができていないうちに父が倒れてしまって、社長になることに躊躇していたんです。でも、国見さんの会社のことを聞いて、いろいろと調べたら、叔父が取引会社に片っ端から賄賂の請求や脅しをかけていたことがわかりました。祖父の代からよくしていただいている取引先もたくさんあるのに、そのほとんどがうちから手を引こうと考えているらしいです。それを知ってこのままじゃダメだって思うようになって、覚悟を決めました。私も社員を守らなきゃって。ある意味すべて国見さんのおかげです。いえいえ、それは単なる偶然ですよ。いえ、それがそうでもないんです。国見さん、もう10年ほど前になりますが、東北のお米農家であった高校生の田植え経験に、すごく派手なギャルの集団がいたことを覚えてませんか？ああ、そういえばいたね。髪は金髪で、爪なんか魔女みたいだった。田んぼに入るのに、足が汚れるのが嫌だって、ブランド物のブーツを持ってきた、とんでもない集団だったのを覚えてるよ。はじめは汚いだ、気持ち悪いだと騒いでたけど、田んぼの泥に素足を突っ込んでからは諦めたのか、何かが吹っ切れたように田植えをしだしてさ、帰りなんか化粧が取れて顔に泥が跳ねてても気にしないようになってた。
ある意味かなりの荒領地だったのかもね。うふふ、それ私ですよ。え、マジで？はい、マジもマジ、大マジです。あの時の小ギャル集団の一人が西山さんだと聞いて、俺はものすごく驚いた。それもそのはず、あの時の面影が彼女には全くないのだから。あの頃の私はお金があれば何でもできるって勘違いしてたんです。お金目当てに寄ってくる人を本当の友達だと信じて、結局は手ひどく裏切られて、どうせ自分なんてお金目当ての人しか寄ってこないんだって誘われるがままに不良グループに入ったんですよ。意味のない行動をしてチャラチャラ笑ってるだけの日々を送って、そのうち出席日数が足りなくなって、いよいよ留年かもってなった時に、単位稼ぎ目的で田植え体験に参加したんです。はじめはなんでこんな汚いことしなきゃいけないんだって思ったんだけど、汗を流して泥だらけになってたらなんだか楽しくなってきちゃって、お昼に食べた塩むすびときゅうりの漬物がすごく美味しかったのに、その漬物が本当は捨てられる野菜だったって聞いてびっくりしたんです。こんなに美味しいのになんで捨てちゃうんだろう、もったいないじゃんって衝撃を受けました。ああ、その時のことはなんとなく覚えてる。君がもったいないって大声で騒いでたから、俺が日本で廃棄される野菜が年間200万トンもあるって言ったら目を丸くして驚いてたんだよね。そうそう、そしたら国見さんが、俺はこれから日本で捨てられる野菜をゼロにするんだって急に力説しだして。あの時の国見さんかなり熱かったですよね。でも今もその気持ちに変わりはないんだ。捨てる野菜があったら捨てる前にうちの会社に一声かけてほしいって農家を回りながら声をかけてる。曲がったキュウリだって虫食いのキャベツだって傷んだ部分を取ってしまえば立派な食材なんだ。それをただ見た目が悪いってだけで捨てるなんてとんでもないだろう。俺が熱く語り出すと、彼女は眩しいものでも見るように目を細めた。父の会社は食品を多く扱ってたから、もし自分が父の後を継いだら国見さんみたいな人の力になれるんじゃないかって考えたんです。それからは一生懸命勉強しました。そのおかげで留学できて今の私がいるんです。そうだったんだ。自分の些細な一言があの時の女の子の人生を変えた。そう思うと何とも言えない気持ちになった。農業バカだと白い目で見られていた俺でも、誰かの役に立ててたんだと思うと、なんというか感慨深いものがある。社長から国見さんの話を聞いて、すぐにあの時の人だって気づきました。もしかしたら私のこと覚えてくれてるかもなんてちょっと期待してたんですけど、国見さんたら全然私のことなんて覚えてないんですもん。ちょっと落ち込みましたよ。それはごめん。でもあの時のギャルがまさかこんなに綺麗な女性になってるなんて分かる方がおかしいよ。俺がそう言うと彼女は顔を真っ赤に染める。そういえば国見さん、最近何か新しいことにも取り組んでるって聞いたんですけど本当ですか？そんな情報まで知ってるの？はい、私はこう見えて国見さんに関しては詳しいんです。そう言って屈託なく笑う彼女から目が離せなかった。最近ビニール袋とかプラスチックゴミが海を汚染してるって話題になってるだろう。けど汚染されてるのは海だけじゃないんだ。紫外線なんかで劣化して小さくなったプラスチックをマイクロプラスチックって呼ぶんだけどね。これが土に入り込むと土の栄養が減って作物の育ちが悪くなるんだよ。日本の畑がこのままじゃダメになるって思ってゴミを減らすために今仲間と一緒に研究を始めてるんだ。南の国ではバナナの葉をビニール代わりに使い出している。日本では昔笹の葉やシイの葉に防腐性があるから天然の包装材として使われていたが、
そういう天然の資源をビニールやプラスチックの代わりに使えないかという試みだ。なんか素敵。ぜひその案が具体的になったらうちの会社にも使わせてください。え、いいの？もちろんです。けど日本は極端な清潔志向があるからね、案外に難しいんだ。でも国見さんは諦めないですよね。ああ、手を変え品を変え認知されるまで頑張ろうと思ってる。ならきっと大丈夫ですよ。彼女はそう言って笑った。その笑顔にギャル時代の面影を見た気がして、俺もつられて笑ってしまう。それから社長に就任した彼女はフードロスに積極的に取り組んでくれた。本来捨てられる食材で作った惣菜を貧しくて食事の取れない子供や高齢者に提供したり、養護施設や老人施設に寄付したりした。そんな彼女に協力する形で俺たちはまた一緒に仕事をするようになった。そして今彼女は公私ともに俺の良き理解者として隣にいてくれている。俺が今していることは流行の SDGs の一端だと言えば聞こえはいいかもしれない。何をかっこつけて偉そうなことを言ってんだと一笑してしまうのは簡単だろう。だがほんの数十年前の日本はそれこそ野菜の葉っぱ一つ、根一つ捨てずに食べていた。ただ俺は昔のように畑の恵みを残さずに全部いただこうと言っているに過ぎないのだが、それが綺麗事だと言われてしまう。なんとも悲しいご時世だと思う。日本は飽食の時代だと言われているが、ほんの少し海を渡ればまだ8億人以上の人間が飢餓で苦しんでいるというのにだ。俺は日本の畑を守りたい、農業を守りたい、環境を守りたい、そして大切な人を守りたい。そんなささやかな夢ではあるが、彼女と一緒に、そして志を同じくする仲間たちと一緒に、まずはできるところから少しずつ頑張っていこうと思うのだった。